いやー久保さん。人心売買パンチありますね。え <laughs> ぐいっすね。今回僕、家賃2万円にしましょうか。まあ、貧乏自慢ね。はい。まあ僕、あの、本当はね、あの、お金なくてね、大学は行けないかったんですよ。で、就職活動、高卒で就職しようと思ってたんですね。ただ、その、まあ電話、先輩から電話って、おたくろ何してんだと。どうすんだみたいな。いや、就職しようと思ってます、みたいな。うち来ないかと。 いや、お金大学行くお金なんかないすうちみたいな。大丈夫だ。なんとかしてやるっ。つって。で、なんとかしてもらって、特待になったんですね。で、授業料免除です。まあ、それだったら行けばそうです。つって。まあ、授業料免除にしてもらったんですけど、ただ、あの、<laughs> 生活費必要なんですよね。うん。なんで、まあ、最初、その先輩が住んでるアパート、6万とか7万するところはみんなそこに行くんですよ。 だけど、僕、まあ、家庭の事情知ってたんで、先輩が探してくれて、おたくろと。ちょ、2万見つけたぞ。マジっすか、そこでみたいな。大学4年間、ボットンベンジョ、風呂で。でも、僕2万円だったんですけど、すごく、なんか、思い出の部屋で、でしたね。で、まあ、その、まあ、最初その、あの、国からね、無理しで借りれる、 やつあるじゃないですか。あのー、なんつったっけなうん。なんかあるじゃないですか。あのー、補助してくれるみたいな。だけど僕頭悪かったんで、有利子だったらお金貸せますみたいなね。<laughs> 有利子かみたいな。<laughs> 利子はきついなと思って、で、まあ、僕が選んだのは、じゃあバイトしようっつって、<laughs> バイトして、あの、特待で入ってるんで単位落とせないんですよね。なんで、まあ、授業もしっかり行って、最前列に座って行って、 で、部活行って、バイトして、えー、授業行って、部活行って、バイトしてっていう。これ4年やりましたね。本当にもに。休みの日もバイトしてたし、もうずっと、だからまあ、普通大学生って時間あるじゃないですか。僕大学生、時間ないですもん。うん、何かしら、その部活もあるし、バイトもあるし、だバイトも収、収録か。バイトも収録なんですよ。その居,居酒屋さんでやってたんですけど、 月曜休みだったかなそれ以外全部全入りだったんで。<laughs> 大学時間なかったっすね。<laughs> とりあえずこの学校行く、バイト行く。で、学校休みになっても、まあ部活今度朝早くからやるし、で、朝早く一日連終わった後即バイトみたいな。いや、あの一日連の後のね、バイトはマジでエグかったっすね。ようやったなっていう。 まあそのもう部活でフラフラになってこうやってその後8時間とかバイトで入るわけですよもうフラフラっすよね <laughs> それ4年やりましたからねうん、まあ、ようやったなと思いますけどそうで大学の時はお金なかったからあの自動販売機でジュース僕ね買った記憶ないんですよね だから毎回そのペットボトル2リットルに水とかを麦茶入れて夏とかクソ暑いので体育館とか,だからそれ2リットル持ってってでも後輩とかね行くわけですよまあ自販機あるんで大学にねでもついてってもういい,いいやんみたいなもうめちゃたかってましたねもうたかり先輩ですねもうとりあえず先後輩の後ついてって後輩がジュース買った瞬間ジャイアンですよね 俺の、お前の、俺のものみたいな。まあ、その代わり、なんか、練習相手してあげるとかね。その代わりにね、まあ、価値の提供するジュース、盗み、飲む、代わりに練習してやるとかね。やってましたけど、もうほんとね、大学の時ね、自動販売機でジュース買えなかったっすね。であんなのね、夏場とか、もう毎回買ってたら、もう800円とか言もう本当に、500円、800円いきますから。 毎回、もう本当にもうお金かかりますよ。それで毎日やってたらね、もうすげえ金になっちゃうんで、僕はもうジュースは買えなかったですね。で、そう、あの、学食もカレー200円とかだったんですけど、なんかこんなでかいべ弁当箱に自分でチャーハン作って、それ入れて、で、 持って、学校に持ってって、で、一人でね、みんな学食200円とか、200円も払え,払えないですよ。<laughs> 200円のカレー巣は食えなくて <laughs>。あの、自分で弁当箱にこう入れてね、そう、高校時代もね、高校時代も2年間か、あの、まあ、僕、青森山田っていうところに行ったんですけど、まあ、挫折して、まあ、僕の、あの、わがままでね、転校したいと <laughs> で。転校して編入したんですけど、 まあ、あの、お金かかるわけですよね。で、飯とかもそれで、僕あの朝、あの、朝、2年間か、あの、おにぎり、おにぎりっすよ。いや、あれも結構きつかったっすね。みんな昼食、弁当持ってきてるんですよね。僕、2年間自分でおにぎりなんですよね。まあ、朝は、早く起きて、自分で炊いて、で、おにぎり握って学校行くみたいな。で、そのおにぎり2、3個を、食わないんですよ、お昼、実は。 でお昼寝てるんですよで。お昼食うと部活前にお腹空いちゃうんでそのおにぎり3個持っといてで昼,あの昼飯食ってる時みんなが飯食ってる時1人だけ寝ててで部活始まる前にそのおにぎり3個食ってやるみたいなあれもようやったなにね <laughs> 毎回おにぎり握ってましたからね <laughs> いやーあの弁当箱みんなのキラキラしてねいいなと思ってましたけどね まあ自分がね、わがまま言って転校したみたいに言ったんで、まあ、しゃあないんですけど、やりましたね、それも。まあ、何が言いたいのかっていうと、あの、そういう便、まあ、お金なくてね、そういうことやってましたけど、あの、今はそうじゃないし、だから、昔そうだった。今そうだ、今そうかもしれないけど、やればね、変えられるんで、そう。 少なくても多分、久保さんと僕って多分、他の人たちやあって、う画がいても、見せつけてますよね、やってるところこんだけやってるのを見せつけてくれる人ってまあまあいなくないですか多分いないですね、久保さんね <laughs>。こんだけ背中見せてくれる人、まあまあいないですよ。ただ本当にやる、もう本当に愚直にやるだけですね。それでも、やっぱ稼げるので。 で、なんでこのこのスタイルでも稼げるかっていうと、単純にみんなできないんですよね。やらないんですよね。だからやったやつが、結局すべてを、結局すぐやったやつがすべて、すべて手に入れる本、すなんだ結局すぐやったやつがすべて手に入れるみたいな本がね、何十万部売れましたけど、なんで稼げるかって言うと、やってるからですね。発信側になってやってるからですよね。だから見てる側だったら一生稼げないし、うーん。 だからそのど、貧乏でもね、それは変えられるよと。<laughs> ね。別に年商1000億とかね。そういうとこじゃなくていいじゃないですか。別に月収100万とか行きますよ、やれば。本当にやればね。で、なんでいけ,いけないのかっていうと、本当にやってないんですよね、単純に。<laughs> うん。で、今度やれば稼げるんですかみたいなね。堂々巡りですよ。<laughs> どれぐらいやればいいんですかと。知らねえよ、と。 <laughs> でもやれば稼げると。でもどれぐらいはわかんないと。少なくてもじゃあ、その基準を求めるんだったら、僕の3倍やってくれと。うん。3倍できますかと。僕の3倍ですよ。もしくは10倍。<laughs> ということは、今2万本ぐらいじゃないですか。10倍、20万本ですね。20万本取ってください。稼げるんじゃないですか。<laughs> だから、そんなこと言ってる前に、やれよと。 やらないと何も変わんないよと。で、結果をも結果を保証を求めるんであるならば、もうあの、今の、今のままで、今のままで生きてくださいって話ですね。うん。ビジネスなんかは結果保証されてないので、自分で仮説と検証を繰り返して徹底的にやるしかないですよ。やれることを全部やるしかないですよ。それが初心者でも、何も右も左もわかんなくても、まあ、久保さんもそうですからね。右も左もわかんないけど、とりあえずセミナーやってみるみたいなね <laughs> そういう歴史があるわけじゃないですか。久保さんはいいよねとかじゃなくて、いや、やってきただけですよ。いや、僕もやってきただけですよ。あなたはやったんですか久保さんほどやったんですか僕ほどやったんですかやってないんですよ。吉谷さんはいいよねとか。久保さんはいいよね。やっただけです。<laughs> ただそれだけ。あなたの、あなたの少なくてもあなたの10倍、100倍やった。ただそれだけです。いってらっしゃい。